では丸山から、年次大会の参加報告をします。で僕からは、この2件の紹介をします。で最初に、ヘッドラインジェネレーションの方です。で、ヘッドラインジェネレーションは、よくエンコーダーデコーダーモデルを使われて、研究されています。でその中で、いくつか問題があって、繰り返し同じ語の繰り返し生成だったり、無関係な単語の生成とか、重要な語が欠落しているとかいう問題があって、それぞれに対して、いろんなアプローチがあるんですけど、全てを、総合的に扱うっていうものはなくて、でここではこの3つの問題に対して、1つのモデルで解決に臨むというような話です。でアイデアは、そのエンコーダーデコーダーモデルに拡張モジュールっていうものを追加するっていうもので、それは、出力単語と入力単語のなんか対応関係っていうものを